デルトラクエスト借りたいんですけど。クラス学籍番号と部活は。委員長そこまで聞かなくても。ダメだ、図書委員は舐められたら指名だ。貸すのは簡単だが回収するのは簡単じゃねえ。こっちも商売なんでね。3組23番卓球部です。あ、そう。じゃあこれ借用書書いて。借用書わかりました。はい、田崎、デルトラシリーズの回収状況どうなってる。そうっすね、デルトラ。あ、2組の山田の野郎、返却日とっくり過ぎてます。お前頭冒険しすぎだろ。地図のない後悔したくない。違う意味の後悔をする羽目になる。すみません、印鑑持ってないです。お前舐めてんの。印鑑なしで本借りれると思ってる。いや借りれるだろ。明日必ず返すんで貸してくださいよ。ダメだ、玉打ち遊びにハマったやつの明日は信用しない。それパチンコだろ。こっち卓球部、玉違いだ。冒険。ああ、そう。じゃあこれ生命保険加入しろ。はいはい、生命保険。あとお前連帯保証人どうすんの。連帯保証人。本借りるだけなのにいらねえだろ。お前舐めてんの。てめえが飛んじまったら誰がてめえの借りた本返しに行くんだ。なんて闇金みてえになってんだこの図書室。方々だろ、先生呼ぶぞ。てめえのケツはてめえで吹け。先生がいつも助けてくれると思ってんな。呼びたけ呼べよ、俺は構わねえぞ。とことんやってやる。何しれ